ケイチさん、はい、石森先輩。何あの NMB48 学園始まりました、はいね、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今日もお便りからいきましょう、はい、お願いします。はい、東京都にお住まいのラジオネームグキさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。上西さん、渋谷さん、はい、萌えの2人、こんにちは。こんにちは。前回は西森さんへの質問だったので、はい、今回は NMB の2人に問題を出します。はい、では問題です。はい、西森さんが奥さんへ言ったプロポーズの言葉は何でしょうか。可能であればどのようなシチュエーションだったのかも予想してみてください。2人は長年一緒にラジオをやっているので、西森さんがどのような人なのか分かると思いますので、なんとなく予想がついているのではないでしょうか。俺が覚えてへんもん。車の中そう。あで運転しながら、うん、なんか結婚しようかみたいな急に、はい、感じ、そんな感じで。いやそうじゃないと思うわ、多分。どうなんやろ、なんか機械とか部品を作ってる工場で、うん、はいはいはい、なんか俺部品作ってんねんって言いながら、うん、鉄で指輪を作っててはい、できたって言って、はい、んでそれがプロポーズみたいな、はい、なるほどね。臭いなそれいや、なんや、違いますね。でもなんやろ、わからん、ちょっと黙ろう、はい、恒例の黙ろう、はい、書いといてください。起立、礼、着席、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任、モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。上西、はい、皆さんは何系が好きですか。あっさり系、こってり系、 N700 系、それとも上西系。上西系。ありがとうございます。滋賀県から来ました21歳のケイチこと上西系です。よろしくお願いします。お願いします。続きまして、渋谷。東京の渋谷といえばハチ公前、ほんじゃ大阪の渋谷といえば渚前、これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身19歳渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後に西森、今、鉄のアート作品を作ってまして、うん、とうとうあの溶かした鉄を砂の型に流し込む、鋳造という作り方に手を出す羽目になってしまいました、うん、西森陽一です。何を作ってるの、それは。なんか手の形で鉄のね、うん、手の形の鉄をそのが欲しいなと思って、部品として。あ、うん、でもそれ家の工場で削って手の形にする1年ぐらいかかってまうやんか。こんなでっかい鉄の塊からこんな削って削っちゃったら、だからもう鉄をあの釜でガンガンに火焚いて、うん、で溶かすねやんか、うん、溶かして、その溶かしたやつを型の中にドアッと入れて、でその砂を全部取ったら手ができてるみたいな、手の形の鉄ができてるみたいな、すごい。それしかやり方がないなと思って、うん、なんでちょっともうそれをやろうと思って今ちょっと勉強してます、ね、あ、そう、はい、でもそれできるようになったらほんまに指輪作れますかね、指輪を。ええー、はい、そういう、ね、自分でいいですね。そうそうそう、あの、まあそうか、うんことかついてるような、うん、巻き巻きうんことかの指輪売ってないけど自分で作りたかったら作れますから、ね、見えないですよ。なんでそんな変なやつを巻き巻きうんち、別に鉄の塊なわけよ、そこがダイヤモンドとかじゃなくて、じゃない、巻き巻きうんこのとこが鉄の、そう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 、なんでそれ作んのってなるえ、でも何でも自分で作りたい形作れるじゃないですか。いいですね、それは、うん、いいでしょ。その型を作るのが難しいんだよね。そう、型作る、巻き巻き運行の型を作るのが難しい。そうそう、でも俺すごいことに、うん、型に関しては、うん、結構あの詳しい、前の働いた工場が、うん、型のことばっかりやってたから、うん、実は型の工場やったから、型作る手順とかあんなんは全部もう頭に入ってるからすごい。そうやね、たまたまやってたから。いいですね、あの全然作るよ、何か言うてくれたら。何を作ってもらった。西森には何も作っていらんって別に、うん、そんなアルミで作るってことですね。そう、アルミとかいろんな鈴とかね、いろんな、はあ、あのむっちゃでっかいハートの指輪とかめっちゃでっかい、いらんって。
いらんか、誰もつけてへん、売ってへんでってなったらもう、あ、そうやな、1個、そう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 、世界に1個ってなったら、そう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 、作れへんや、売れへんから、みんな。そうですね。でも芸能人がそれはめてたら、え、なんですかそれ、でっかいやつってなって、うん、どこで売ってるんですかってなるんじゃん。手作りなんですよ、うそうそうそう。で、このマイクとかも鉄でかっこよくないですか？作れますよ、でも全く機能せえへんからね。鉄やしな。ただの鉄の塊になるから、できますよ、むっちゃ本物みたいな感じで。すごい。やろうと思えばね、何でもできるんやね。だから、初めにだから5万円ずつぐらいいただいておいたら、その中で勝手に僕が作ります。いや、勝手に勝手に、あの、求められたものとは違うかもわかりませんけど。めっちゃ変なもん。めっちゃ変なもん持ってこられてもいいやんか、それは。ブレスレットとかやったらわかるやん、ブレスレット。鉄のブレスレット、まあ、いるかどうかわかんない。うん、そんなとこやったらまあ、うん、5万円でも高いよ。まあね、うん、高い。アルミ缶で、そのアルミ缶かなと思わしといて、中ギチギチに鉄詰まってるそれいらんから、いらん、飲もうかな思って、その塊いらんからあれこれ重たいし、そう、重たい、それ自体鉄だから、うん、いらんから。プロポーズは何やったの、うん、ほんで結局プロポーズは多分ね、あの、もうそろそろ結婚せえへんのみたいな言われて、うん、ああそうやな、結婚しようかみたいな感じやったと思います、うん、別にそういう言葉なく、うん、そのちゃんとした、そのしょっちゅう聞かれたから、その時期、あ、うん、いつ結婚すんのみたいな、うん、だそれで何回目かに、ああもう、うん、結婚するみたいな感じやったのを覚えてる、な、まあまあ、これ、このお便りはあれよ、この、うん、そのね、NMB お二人への質問ではなく、これ結果に石森への質問やったっていうこと。本当や、確かに、うまいね、すごいからくり。だ、女の人からプロポーズしてもいいわけやしね、でも、うん、別にしてもいいやん、いや、いや、まあ、されたいってこと、ちょっとされたい、はい、自分からは。なぎちゃん、そんな言うやどうのこうのって言ってたやんか、はい、ってことはそういうタイプのプロポーズがいいってこと？嫌です。嫌なんか、嫌なこと俺はしてたと想像してたんや。臭いのは嫌なん？嫌な、嫌です。普通に、もう本当に普通にかっこよく、うん、結婚してくださいみたいなのがいいですし、周りくどいのとかは嫌です。その嫌な、あれはダンスのやつは、ダンス、なんか勝手に踊っていくやつ、フラッシュモブ、うん、絶対嫌です。あんな、いや、絶対嫌、冷める。フラッシュモブやで、嫌です、なんか、だってさ、あれ普通にしてんのにいきなり踊り出すじゃないですか。知り合いが全員踊り出せないんで、あれちょっと引いちゃう。あれいいで、あの、でも俺それで関連で動画見たやつの、あの、うん、ベートーベンの大工かな、大工多分、うん、てん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 、あれをが人数どん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 増えていくみたいな、あの、それの初めなんか、な、チェロかなんかでっかいあるやん、あれで一人でおっさんが弾いてんやんか、うん、これちょっとずつちょっとずつ増えていくやんか、うん、最後の方が普通のオーケストラみたいで、でんてんてんてんうわーってなんねん。でもなんかあれって自分の力っていうよりも人の力を借りて、それで私が断ったらめっちゃ悪もんみたいな。確かに断った時は。それそうか、だからもう完全に結婚するみたいな。だ、指揮者でそれが彼氏が出てくるんじゃん、だからその子パターンって指揮者で、うーわーって指揮者かえやけど最後の方に出てきて、最後の方そうそう、結婚、聞こえへんね、結婚しよう言ってるけど、そこもうちょっと打ち合わせするやん、ね、どこでプロポーズするかっていうの、なんでそのやってる最中やプロポーズすんねんってなる。プラカードみたいなやつかな、だから残ないやろ、結婚してくださいよ大音量の中プロポーズやんねん、てってでーみたいになるけど、ちょっとプラカードはちょっとは嫌やろ。おのおのね、女子はそういろいろ思ってることがありますから、ね、はい、されたいですね、では授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48、 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。Oh no! NMB48 学園、こちら
です、1時間目は社会の授業ですね、はい、今日5月28日は、1927年に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が開催されたことから、ゴルフ記念日とされていると、そこでゴルフデビューをしてもらいます、ではなぎちゃん問題も読んでください。はい、西森先輩とゴルフを楽しみなさい。はい、西森とゴルフを楽しむのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。いや、今日はものすごくいい天気で絶好のゴルフ日和になりましたね。ほんまやな、天気予報では雨やったけどもな、なんか清志師匠来てるらしいで清志パワー、それで晴れたみたいやな。わあ、すごい。やっぱこの時期はやっぱりむちゃくちゃ暑くもないからもう最高や。でも、はい、新緑も綺麗しな。綺麗ですね、私ゴルフデビューなんでおしゃれしてきましたよ。あ、そうですか。はい、はい、どうですか、どんなん。帽子は、ゴルフの形のゴルフ棒みたいなのを、ゴルフ棒、ゴルフベレー帽の上にポンって丸いのついてるじゃないですか。それがゴルフボールバージョンで、上着はゴルフボールの柄で、スカートもゴルフの素材、ゴルフのボールの素材で作られた、ゴルフボール の, あの、はい、表面の素材みたいな感じの、そうです、それで作られたやつなんですよ。へ、そうなんや。どうですか西森さん、打たれへんようにしいや間違えて、そんだけボールやったら誰か勘違いして打ってくるか分からへんから、はい、そうですね。でカラスにあと持っていかれへんようにしいや分かりました。カラスが持っていくからな、はい、そうやね。まあ今日の、僕のコーディネートは、はい、麦わら帽子をちょっとかぶろうと思いまして、とりあえず初めにね、はい、でかぶっていっててなんやかんやで、ほぼルフィみたいな感じになってますルフィ、目立ちますねそれちょっと。ジーパンはあかんねんけど、ジーパン切ったジーパンになってしまってちょっと怒られたけどね、フロントで。ちょっと気をつけてくださいよ、ちょっと殴られたというか殴られた、危ない、そんな怖い、あれでも今日はキャディさんいないんですかね。そうやで、キャディさんおれへんね。キャディさんだって雇ったら値段上がるから。もう、あ、そうなんですか。そうやで、そんなんキャディさんなんかおらんでも俺がおったらもう大丈夫やから。これ、おお、頼もしい。もう後ろタラタラしてたらな、タラタラしてたら後ろが渋滞してくるから、はい、な、それもう そこ行こう、はい、行こう、はい、行こう、はい、わかりました。じゃあ打ちます。チャーシューメン。古いな、うわ古いなそれ明日天気になれちゃう、明日天気になれやったっけな古いね、なんせ古い古いね、古い。ボールにも太陽のマーク書いてるやんあったな、全く一緒やん、あった古いな、本当ですか、あったわそれ。なんとか元気かなんかやったかな、名前忘れたけどな、まあそういうことは、まあ、はい、いいとして、まあ次は俺か。はい、西森さんですよ。いきますよ、じゃあいきますよ、はい、レバニラ炒め合わへんやろそれ。ナイショー、西森さん270ヤードぐらい飛んでますよ。さすがすごい、すごい。よし、じゃあカートに乗ろうか。はい、じゃあ私が運転しますね。まあまあ免許なくても大丈夫やからね。はい、じゃあ今日のラウンドよろしくお願いします。よろしく、シクシクシク、ワオ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 。そんな便利な言葉ちゃうんですよこれ、ワオ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 落ちてるんですよこれで。落ちてないって、でー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 みたいな感じそう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 、全然落ちてないから。これでは新しいけどな、ワオワオワオ斬新やけど、明日天気なれ古いな。ボールに太陽のやつ書いてたな。書いた書いた、見てたわ。なんかやってましたね、夏休みとかでやってたんかなあれ。僕はリアルタイムで、あ、そう、見てたかな。知らんでしょう。知らないです。そ、知らんわな。プロゴルファー猿は、プロゴルファー猿も知らんやろ。知らないです。知らんのや。知らんよマジで、あんな強烈なキャラクター知らんの何それ、猿なんですか。そう、猿猿、ほぼ見た目猿やね。へー、プロゴルファーやね。猿の、面白い。そりゃそうなるよな、一本しか持ってないね、ゴルフクラブ。へー、まあ、今ネット社会やからまあな、はい、調べ気になったら、はい、多分調べへんと思うけどさあでは続きまして、ゲイチ問題も読んでください。はい、
西森先輩とゴルフを楽しみなさい。さあ続きまして、ゴルフを楽しむのはケイチですが、では行きましょう。お願いします。ゴルフデビューがよりによってこんな天気ですよ。ほんでこれぐらいの天気からゴルフ場休めへんって西森先輩言ったくせに、あいつが休んでるんとちゃうんか。なんでこうへんの。もう一回電話してみよう。しばくぞ、しばき倒すぞ。なんでぶっちゃうねん。ほんまどつき回したろか。ゴルフのソロデビューなんか聞いたことないわ。ちくしょう、頭にきた。とりあえず時間が来たし第1打を打ちましょうか。あー雨がどんどんきつくなっていく。びしょ濡れや。雨具を着ているとはいえボトボトや。なぜなら雨具の下が汗ばんでびちょびちょになっているから。あー気持ち悪い。でも頑張るね。第一打ピシーって打つで。あ空振りや。いやこれは素振りですよ。ノーカウント、ノーカウントですよ。後ろのグループが来た。はい早く打ちますのでごめんなさい。よし再びの第一打ピシーって打つで。全然当たらへん。めっちゃ気まずい。それもこれも西森のせいちゃうんか。もう一回電話してみよう。しばくぞ、しばき倒すぞ。なんで来ないねん。おかしいやろ、おかしいやろ。あ、ごめんなさい早く打ちますんで。いやかわいそう。ほんまかわいそうやわ。ほんとにゴルフなんかなあ。あれぐらいの雨ってゴルフはできるの。できるもんだ。いやまあやりますけど多少の雨では。でも雷は絶対、あやらへん。あのゴルフクラブにあの雷追ってきたりするんで、うん、怖い。落ちやすいな。電気が通りやすいがカーボンとか余計、あんなにまあ木生えててもゴルフクラブの方に来んねや雷が。うん、たまにそういうあのことなるから、だからもう大事を取って。なるほどね。ダメですね。一回だからマサト師匠、ボンチ、ザ・ボンチのマサト師匠と浜本さんとここで行った時は、むっちゃ遠くの方でコロ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 って、ちょっとだけ雷になってるか、なった瞬間マサト師匠、僕はもうせえへん。大丈夫。師匠まだ雨もそんな降ってないし、パラッパラしか降ってないし、めっちゃ遠くの方でコロコロ言っただけやのにと思って、でももう、あもう君らもううち、わもう僕はせえへん。それはもう賢明な判断。賢明やけど。二人でめっちゃびっくりした。浜本さんと俺で顔見合わせて。めっちゃ遠いところでコロコロ言ってるだけだけどね。ということでチャイムになりました。社会の授業はこれでおしまいです。皆さん、いきなりですが、自分の SNS のページを今すぐ開いてください。急いでください。開けましたか？そしたら NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組 NOW ABC ラジオやで。めっちゃ面白いで。ラジコで全国で聞けるらしいで。スポンサーさんも募集してるらしいで。とつぶやきましょう。よろしくよろしくよろしく。さあ2時間目です。2時間目は体育の授業ですね。はい。今日の体育では先ほどに続いてゴルフに関するクイズを用意しました。ではケイチ問題を読んでください。はい。ゴルフの最小スコア世界記録はいくつでしょう。はい、18ホールで行われたゴルフの最小スコア世界記録はいくつでしょうか。お書きください。どうぞ。難しいな。まあ、スコアがお二人がねどれだけゴルフの情報が入ってるか分かりませんけども、あんなにしょっちゅうテレビでやってんのに、全然もう見ないでしょ。あんまり見ない、ノーヒントでいきましょうか。行ってみましょうか。俺も昔はな、親父が見てる時に何がおもろいに思ってたけどな。今見てるね、ほんと楽屋とかでも見てますね。分かってるかな、ルール的なもんとか。分かってます。はい。どれで売っても1台で。うん。分かんない。18以上ではあるってことですよね。そうそうそう、そういうことね。あ、そういうこと。パーとかっていう言葉分かる。いや、わかんないです。パー。バーディー、イーグル、バーディー、パー、ボギー、ダブルボギーとか、その。すごい。わからへん。はい。そうか。そうなってくんねん。やらん時から知っとったけどな。まあ、ゲームとかね、僕ら言うたらファミコンとかスーパーミンとか、ゲームとかで、ね。そうやってたから。みんなのゴルフしたことないんや。ほんじゃ、あーみんなのゴルフ、みんなのゴルフ、いやある。え、ファミコンですか。ファミコンじゃないな。違いますか。プレステからやな。プレステ
持ってます。え、みんなのゴルフ、ね、みんなのゴルフ。あ、マジで、え、本じゃ大体分かるはずやけど、ね、何回かで行ったら、はい、あのこのホールに対して4回で入ったらパー、はい、とかね、3回で入ったらパーとか、4回に対して3回で入れたらバーディーとか。へー、そう、マイナスの方がいいわけですよね。難しい。なんかおかんと喋ってるみたいな。そっか、知らんか。でもさ、そっか、そういうので18ホールやった時に最小のスコア、世界最小スコア、うん、何部でしょうという問題書いた。はい、書いたのを書いてみた。さあ、ではお出しください、どうぞ。それは無理やろ。そうなんですか、やっぱり。なぎちゃんが一番低いね、18、はい、18、うん、最小ですか。まあ、18ホールあるわけですから、はい、18回は打つわけですからね、はい、18、次が19。さすがに全部1回でやるのは難しいかなと思って。なるほど、1回ぐらいミスるんちゃうかなと。なるほどね、はい、分かってるやんな、ゴルフボールの大きさって、はいはい、ピンポン玉ぐらいで、はい、でピンポン玉のまあ 4,5 倍ぐらいの大きさの、まあ、あのゴールがあるわけやん、はい、穴がそこに向かって何百メーター先から、 あれを何回かするってことですか、うん、18回毎回ポーンこれ無理やん入るっていう計算。そっか、いつも途中でなんか止まってそこに移動してまた打ってみたいな。そうそうそう、第2打第3打っていうのがあるわけでしょ。ああ、一人一機やと思ってた。一人一機で、そんなわけはないから。西森は僕49。すごいよね、それでもね。49なんかまあ出えへんけどね。なかなか出ませんけど、49。どうなんやろ。さあ、いくつなんでしょうか、はい、あ、正解発表しましょう。正解は55です。石川遼の記録ちゃん、それ違う。石川遼じゃない。あ、違いますか。パーで回って大概が72なんですか。そうですね、72ですね。あのずっとパーで回っていって72のところを55。これは2012年、え、めっちゃ最近、オーストラリアの選手が叩き出したスコアで、すごい、2イーグル、うん、12バーディーの16アンダー、うん、うわーすごいな。アウト29、イン26のスコアで20なんぼって、はい、それまでの世界記録は中日クラウンズで石川遼が出した58。やっぱそうや、ほら、はい、まあまあこれ聞いてもピンとけえなんで笑ってたんですか。いや、その20ハーフって9ホールまで20何本なんて、そんな数字もう嘘くすつけてるみたいな感じな、ぐらいの数字やねんか。そうなんですか、うん、すごい。僕らやったらいつも大体40何本とかばっかりやから、うん、もうそればっかりやから 29ってなってだからもう嘘つきやみたいな。嘘つきや、すごい。そうなんや、まあ、55というのが正解でした。では続きまして、なぎちゃん問題を読んでください。はい、1971年、日本からむちゃくちゃ離れた場所でゴルフが行われました。さて、どこでしょう。はい、1971年、日本からむちゃくちゃ離れた場所でゴルフが行われました。さて、どこでしょうか。お書きください、どうぞ。どういうこと、むちゃくちゃ離れた場所、どういう意味。そんなんどこでもやってるじゃん。1971年やろ、だって、はい、むちゃくちゃ離れた場所で、はい、あ、そういう意味か。わかりました。ちょっとなんか感じ、もしかしたらと。めちゃくちゃ離れた場所です。めちゃくちゃまあそうか、女の子はねゴルフはわからんか。はい、そんなもんなんか、ゴルフ。さあ、書きましたね。はい、ではお出しください、どうぞ。あ、そういうこと。え、すごい。お二人、はい、女子お二人はブラジル。ブラジル、まあ遠いもんな、真反対、真逆のブラジル、はい、西森が月、すごい、月にちょんと打った、一回だけちょんと打った。なるほどね、そういうめちゃくちゃ離れた場所やから、はい、ということですね。では正解発表しましょう。正解は月です。1971年、アポロ14号でアラン・シェパード船長が月面にて6番アイアンで2個のゴルフボールを打ったのが
記念すべき人類初の宇宙スポーツとなったと、うん、まあまあ飛ぶやつで落ちましたね宇宙スポーツしかも、重力全然ちゃうからむっちゃ飛んでいったと思うねシュワーンって、まあ、飛んでいったでしょう普通に、うん、普通に見えへんなるまで飛んでいったと思うけど、うん、あのそんなに強く打たんくてもふわーっと ねゆっくり遠くまで飛んでいったんじゃないですか6分の 1ぐらいですもんね確かね、なぜ6番アイアンだったのか、うん、それは船長の得意クラブが6番アイアンだったからということで、まあ世界初の人類初の宇宙スポーツがゴルフだよという宇宙服着てんでしょそうですそうです邪魔だけどなそれやってみたいモッコモコのやつ言ったんでしょ、ね、見たらあさあというわけでチャイム鳴りました体育の授業はこれでおしまいですイエーイ大林さんは短足西森さんは肌ブツブツ圭一さんは下痢するなぎさんはアホアホそんな愉快なメンバーで ABC ラジオやってますそこのあなたも一緒に FM933 ほらほら1008ホタル町